この辺りはどうなっているのかしら。何に施設の確認をいたしましょう。こんにちは。再考いたしましょう。こちらを依頼いたします。何にしましょうか。いくつ頼もうかしら。わかったわ。この通りにお願いいたします。いらっしゃい。何を変えるの。考え直しましょう。すみません、こちらはね。何を作るの。いくつにいたしましょう。うん、任せて。こちらの依頼をお願いします。ぎょ。いらっしゃい。何が欲しい。取り消しておきますね。すみません、どれを作ればいいんですか。これをお願いします。この通りにお願いいたします。誰にお願いしましょうか。どなたに依頼されますか。これでよろしいでしょうか。調合の依頼、何にしましょうか。これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。いらっしゃいませ。依頼する道具でございますが。いくつ作りましょうか。わかりました。どれを作りますか。いくつ作りましょうか。これをお願いします。この通りにお願いいたします。施設はどうなっているのかしら。どの商品を並べようかしら。誰にお願いしましょうか。どの商品を並べようかしら。決めましょう。商品を決めましょう。どちらの商品にいたしましょう。施設の確認をいたしましょう。どれを栽培いたしますか。はどうなっているのかしら。誰に頼むのがいい。何にしましょうか。誰にお願いしましょうか。施設の確認をいたしましょう。栽培の設定はいかがいたしますか。いかがいたしますか。こちらの区画を見ていきましょう。Thank you.
こちらをご確認ください。この区画を確認しましょう。どちらになさいますか。どれを建てましょう。どちらになさいますか。建てる。何にしましょうか。どれを建てましょう。どちらになさいますか。どれを建てましょう。どこに建てましょう。この、はい、え、はい、こ、建てるものを考えなくては。画商船、どの建物を建てましょうか。どこに建てましょう。この、え、ここに、建てるものを考えなくては。どこに建てましょう。あとは完成を待つのみね。どの建物を建てましょうか。これでいいかしら。頑張って働いたわね。すみません。ああ、どうなさいました。学園？あれ、そんな。アルレビス学園ってご存知ありませんか。錬金術師を。錬金術師を育成？聞いたことがありませんね。オートにもそんなものはありませんでした。そうですか。やっぱり別の世界に来ちゃったのかな。まあ特にやることも決めてなかったし。よろしければここでアトリエを開いてみ。え？そし、私はネルケと申します。このベストバルトの担当管理官です。ネルケさんですね。僕はベインって言います。こちらこそ。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。
お二人とも、こちらでの生活にはもう慣れましたか？ええ、それなりには。これまではずっと旅をしていたので、長い間。はい、今まで目的があってずっだから、こうやって拠点を構えるの。言われてみればそうだな。一段落した後もすぐ次の旅に出たく。まあ今考えればもう少し休んでから。それはそうだね。でも世にも珍しいマナのいない場所に来られたんだ。そうかもね。マナのいる世界、私には想像できません。今は大丈夫ですけど。俺は戦闘や諜報でもマナの力を借りていたから。でもこれは俺たちに課せられた試練だと思うんで、絶対に乗り越えてみせますよ。そうね、私たちの帰りを待ってくれてる人た、そうじゃないとノルンもずっと気にしちゃうだろうしね。な、そうだな。私にできることがあったら言ってくださいね。ありがとうございます。そういえばノルンちゃんの世界、言われてみるとノルン以外はほとんど見たことないね。おや、そうなんですか。いるのは確かなはずだけどにゃ。ただノルンは興味がなかったから。ノルンはクレインたちと会うまでずっと師匠であるゼルダリア様のとこ、それ以外のことはあんまりよくわからないんだにゃ。そうだったんですね。皆さん普通に接していらっしゃったので、もっと多くいるイメージでした。なるほどにゃ。ノルン。そうかもしれませんね。世界が違うと常識が違うことも多いでしょうし。もしかしてこっちにはノルンみたいに尻尾が。少なくともこの国では見たことがありませんね。だからノルンちゃんと初めて会った時。なるほどにゃ。ここはマナがいなかったり不思議な場所だにゃ。逆に私からするとノルンちゃんやマナの方が不思議な存在なんですけどね。こういうのが常識の違いというやつなんだ。異世界って面白いね。私も行けるものならぜひともそちらの世界に。ノルンたちだって帰るのに苦労してる。わかっていますよ。それにノルンちゃんたちの帰る方法が見つかったら、もしかすると自由に行き来できるようになる可能性がないわけじゃないですよ。言われてみるとそうだにゃ。ありがとうございます。それまではこちらの世界を楽しんでいってくださいね。ありがとうございますにゃ。そうするにゃ。こんにちは。は？すまない。そうだな。
生として。こんにちは。こんにちは。ちくしょう。確認をいたしましょう。調合を再考いたしましょう。こちらの作業は止めてください。何にしましょうか。いくつ必要かな。これをお願いします。依頼する道具でございますが、いくつ頼もうかしら。いくつ頼もうかしら。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。調合の依頼でございます。何を変えるの。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。調合の依頼でございます。取り消しておきますね。どれを作ればいいんですか。いくつ頼もうかしら。はい、これをどれを作ればいいんですか。いたしましょう。これをお願いします。この通りにお願いいたします。調合をお願いできます。こちらの作業は止めてください。依頼する道具でございますが、考え直しましょう。これをお願いします。この通りにお願いいたします。調合をこちらの依頼をお願いします。いらっしゃいませ。依頼する道具でございますが、いくつ頼もうかしら。はい、何を作りますか。いくつ作りますか。これをお願いします。この通りにお願いいたします。
調合どう変更しましょうか。こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。調合を何にしましょうか。いくつにいたします。こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。施設はどうなっているのかしら。誰に頼むのがいいかしら。商品設定はいかがいたしますか。商品設定はいかがいたしますか。商品を決めましょう。どの商品を並べようかしら。こちらの様子はいかがでしょうか。栽培するものを決めましょう。栽培の設定はいかがいたしますか。栽培の設定はいかがいたしますか。こちらをご確認ください。立てるものを考えなくては。どこに建てましょう。あとは完成を待つのみね。誰に頼むのがいいかしら。何を栽培しようかしら。建てるもの、どこに建てようかしら。あとは完成を待つのみ。誰にお願いします。栽培の設定はいかがいたしますか。どれを建てます。場所を選択しましょう。どれを建てようかしら。問題ございませんか。Thank you.
どちらになさいますか？はい、やっぱりマナを使う調合と同じ他にもやり方はあるので調合すること自体はなんとか。それならよかったです。でもやはりマナ調合の方がいろいろと便利でしたから。くそ、もっと練習しておくべきだった。すみません、大変な時にお仕事を任せてしまって。気にしないでください。もともと俺たちはこの世界の人間じゃないんだし。それはそうなのかもしれないですが。いえ、これは錬金術を学び直す。いい、これだけ多くの錬金術師と話せることは珍しい。それに調合のやり方もそれぞれ違うから多くのことを吸収できると思うんです。確かに皆さん調合の仕方が違いますよね。ええ、こんなに調合方法があったなんて。し、同い年でもすごい調合ができるやつもいるみたいだし、ま、ここでさらに知識を身につけていけばもっといろいろと作れるようにな。ええ、きっとクレインさんならできますよ。ありがとうございます。素材も多いけど魔物も多く住んでるんだよね。よいしょ。錬金術に使えるかは分かりやせんが、とりあえずいろいろ集めます。爆弾の材料になりそうなものは、これはどうだろう。帰ったら調べてみようっと。
まずまずの成果でしたな。どちらに、こちらの様子はいかがでしょうか。誰に頼むのがいいかしら。調合の依頼でございます。施設はどうなっているのかしら。施設はどうなっているのかしら。施設はどうなっているのかしら。商品設定はいかがいたしますか。商品設定はいかがいたしますか。商品設定はいかがいたしますか。じゃ。どちらになさいますか。こちらをご確認ください。どれを立てようかしら。場所を選択しましょう。建設を開始いたします。誰にお願いしましょうか。これで問題ないかな。いらっしゃい。何にしましょうか。いくつ頼もうかしら。こちらを依頼、何にしましょうか。いくつにいたしましょう。どのくらい必要でしょう。こちらを依頼です。どれを作りますか。わかりました。こちらの依頼をお願いします。はい。どれを建てようかしら。どこに建てましょう。あとは完成を待つのみ。誰に頼むのがいいかしら。問題ございませんか。はい。お茶で。さて、どれを作りますか。どのくらい作るんですか。こちらを依頼する道具でございますが、さて、どれを作りますか。
このくらい、わかりました。この通りにお願いいたします。どれを立てましょう。どこに立てようか。どれを立てましょう。どこに立てましょう。ここにする。この場所にしましょう。この場所にしましょう。ここがよろしいかと。立てるものを考えなくても。これで問題ないかな。この区画を確認しましょう。どの建物を建てましょうか。大丈夫ですか？少し顔色が悪いみたいですけれど。あ、はい、大丈夫です。少し動きすぎて疲れちゃっただけなんで。このくらいならしばらく休めば大丈夫ですよ。それならいいのですが、あまり無理はしないようにしてくださいね。リータさんはたまに具合が悪そうな時がありますから心配なんですよ。前はもっとひどかったんですよ。何度も発作が起きてましたし。それは大変ですよ。早くお医者さんに診てもらわないと。いえ、病気とかじゃないんです。なんというか体質みたいなものかな。生まれつきこうだし、今は心配していません。クレインたちが助けてくれたおかげで発作はもう起きないようになりましたし。そうなのですか。でもご病気が治ったわけでは。いや、多分この土地にマナが少ないから力が湧いてこないだけなんだと思います。発作が起きるほど辛くはないというか、具合がすごく悪いとまではいかなくて、ちょっとだるいのが続いてるみたいな感じかな。大したことありませんよ。
ならいいのですが、マナは体調にも影響するものなのですか？クレイさんは元気そうですけど。まあいろいろと変わった事情があるんですよ。私は普通の人とちょっと体質が変わってて、マナを体のエネルギーに取り込んだ方がいつもよりちょっと元気になれるみたいな感じかな。だから体調が悪いのは私だけで、他のみんなは大丈夫だと思いますよ。そうだったんですか。そうですね。心ごめん、フェルト。これか。うん、ありがとう。お二人とも息がぴったりですね。あ、ネルケさん、こんにちは。そうでしたか。そういえばお二人とも錬金術師なんですよね。はい、一応そうなんですけど。勉強はしたんですが、どうも苦手なんですよね。正直俺は剣を振っている方が性に合います。おや、ありがとうございます。もうフェルトったら、ちゃんと設備もあるんだし、他にもたくさん錬金術師がいて勉強になるよ。それはわかるんだけど、それにこっちにはマナの力がほとんどないし。お二人もマナがある場所からここに来たんでしたね。はい、だからここに来た時はびっくりしましたよ。マナがいない世界なんて考えたことなかったからな。すみません、ご不便をおかけして。私に用意できるものでしたら。ありがとうございます。かなり長くなりましたけど。はあ、疲れた。お疲れ様でした。あの、よろしければ私に読ませてくれませんか？あ、いいですよ。ありがとうございます。それじゃあ。どの項目もとても詳しく書かれてて、しかも読みやすい構成ですね。それに内容も面白いです。これはすごいですよ、ソフィーさん。そうですか。はい、特に素材の管理方法についての内容は知らないことばかりです。ソフィーさんは錬金術だけじゃなくて、こういう分野にも精通しているんですね。精通だなんて、そんな大げさなものじゃないですよ。それに素材についての情報は聞こえた声を元に書いてるだけですから。声ですか。はい、私たちの地方には何人かそういう不思議な能力、私もなんとなくわかるので教えてもらった情報をまとめたんです。そんなすごい能力が。もしかしてこの近くの素材たちも知ってますよ。ここは住みやすいとか、あとは栽培環境が良くなった、そういうこともわかるんですね。ありがとうございます、ソフィーさん。お役に立ててよかったです。足元に注意してね。調合の材料だね。どのレシピで使うのがいいかな。みんな頑張っていこう。片付きましたな。ソフィー先生、この世界でも素
調査お疲れ様でした。失礼いたします。状態はと、こちらの様子はいかがでしょうか。商品設定はいかがいたしますか。こちらをご確認ください。どれを立てましょう。何にしましょうか。こちらの区画を見ていきましょう。どれを立てようかしら。どこに立てましょう。これで決まりね。どなたにお願いしますか。誰にお願いしましょうか。建てるもの。場所はどうなさいますか。建設を開始いたします。どなたに依頼されますか。これで問題なく。どなたにお願いしますか。これでよろしいでしょうか。誰に頼むのがいいかしら。これで問題ないか。はい。どなたにお願いしますか。お茶をどうぞ。再考いたしましょう。これを再考いたしこれをお願いします。ん、何か変更します。この通りにお願いいたします。どれを立てましょう。これでよろしいでしょうか。どちらの商品にいたしましょう。どちらの商品にいたしましょう。どの商品を並べようかしら。どちらの商品にいたしましょう。商品を決めましょう。の確認をいたします。誰に頼むのがいい。こんにちは。今日はどんな。どう変える。すみません。こちらはじゃあキャンセルで。何にしましょうか。いくつ頼もうかしら。いたします。これをお願い。依頼する道具でございますが。いくつに。これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。調合をお願いできますか。すみません。何にしましょうか。これをお願いします。この通りにお願いいたします。調合をお願いできますか。
考え直し再考いたしましょう。取り消しておきますね。何にしましょうか。こちらを依頼、どれを作ればいいんですか。いくつと、こちらを依頼だ。この通りにお願いいたします。調合の依頼です。考え直しましょう。すみません、依頼する道具でございます。いくつ頼もうかし。こちらを依頼いたします。再考いたしましょう。この通りにお願いいたします。調合の考え直しましょう。こちらの作業は依頼する道具でございますが、いくつ頼む。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。どちらになさいますか。何にしましょうか。大事。気づいてきたわね。はい、施設も増え、いろいろと商品も増えたことで人口も増えてまいりました。マリーさんたちのおかげね。やっぱり錬金術師がいると発展スピードが違うわ。それにしてもこれだけ人が増えたのだからこの中にまた錬金術師がいたりしないかしら。さすがにそれは欲張りすぎかと。そう簡単には見つかりませんよ。わかってるわよ、言ってみただけ。わあ、結構にぎわってるね。あら、旅の人かしら。変わった服を着ているけど。
より発展してるけど、本当にここで合ってるの？多分人が住んでそうな場所。あの、何かお困りごとですか？あ、すいません。はい、その通りです。ああ、そうなんだ、よかったありがとうございます。みんなで？あの、失礼ですが、私はネルケと言います。この地方の領主の娘で担当管理官。へえ、だとしたらネルケさんってすごい方なんですね。いえいえ、私なんてまだまだところで、皆様はどのようなご用件？おお、そうだった。はい、ここを発展させて人手を増やしながら調査を進めているんですよ。幸いにも多くの錬金術師の方が協力してくれている。それに調査にも力を貸していただいていて。そうだったんですね。こう見えて私たち3人とも。皆さん全員ですか？はい、私はメルル、こちらはトトリ先生で、この方はそのまた先生のロロナさん。よろしくお願いします。伝説の実の話を聞いてどうしても食べたくなっちゃって。もうロロナ先生ったら食いしん坊なんだから。まあ錬金術とも関わりが深そうだからいいんだけどネルケさん、お仕事を手伝う代わりに身を分けてもらうわけには。いいですよ。よかったー。